こんにちは、池田真子です、はい、今回はユニクロの購入品を紹介していきます。ユニクロの中でも特に着回しやすいアイテムだったりとか防寒にね使えるものとかもあって、しかも期間限定で今お得の商品もあるのでそちらも合わせて紹介していきます。もう買うなら今です。はい、まずこちらです。ユニクロ U のヒートテックコットンモックネックティーです。これがお値段1990円でした。これはネットだと8色展開になっていて色味がナチュラルです。はい、アップで見るとこんな感じです。このね、首元がちょっとハイネックになっててちょっと素材も切り替わってます。で、この T シャツ自体はすごい滑らかでインナーとしても使えるし、これ1枚でも着れるみたいです。袖もね、さっきの首周りと同じような素材になってて、丈は結構長めの作りになってます。結構ね、ニットだったりスウェットだったりカーディガンの中にも使えるっていうことで便利そうやなと思って今回買ってみました。はい、実際着てみたらこんな感じです。今回 S サイズを購入したんですけど、結構袖とかも長めになっててゆとりもあるようなデザインです。で、首周りはね、そんな詰まりすぎてはないんですけど、着るときちょっときついのでメイクとかつかないように気をつけた方がいいと思います。まあ、ただね、注意点として私みたいなこうなで型の方が着るとこっからね、ストーンってこう下がって見えるのでなで型は強調されると思います。まあ、なのでこれ1枚で着るときは、まあ、髪の毛下ろしたりとかストール巻いたりとかカーディガンかけとくとかでもいいと思うんですけど、ちょっとカバーしてあげた方が綺麗に見えると思います。丈はお尻が半分隠れるぐらいです。はい、インして着るとこんな感じです。1枚で着るときちょっと腕まくってあげたりすると全体的にスッキリして見えると思います。今回ニットも買ったんで後で重ねて着てみますね。はい、次こちら、プレミアムラムクロップドセーターです。これがね、期間限定価格で1990円で買いました。28日まではね、1000円オフで買えるので、もう買うなら今です。で、これ実はね、前にピンクを購入してそれが可愛かったのでもう一色買いました。こちら、これがライトグリーンになります。このニットはね、全部で5色展開になるんですけど、私はもう全部で3色になりました。ナチュラル、ライトグリーン、ピンクになります。はい、近くで見ると首周りはね、しっかりとした作りになっていて、他はね、本当に柔らかいニットになってます。素肌で着ちゃうと、まあ、若干のチクチクは感じると思うんですけど、そんなに気になるほどでは私はなかったです。中にね、ヒートテックとか着ると思うので、そういうのをすれば大丈夫です。袖はこんな感じで、こちらのね、嬉しいのが丈がね、ちょっと短めの作りになってるんですよ。なので結構ハイウエストな服を着るっていう方とかにもぴったりだと思います。後ろもシンプルです。で、このナチュラルの方はね、S サイズを購入したんですけど、今回ちょっとこのライトグリーンの方は M サイズを購入しました。これがね、今着てる服と合わせるとすごい可愛くて、試着した時にやっぱ結構こうごわついたりもするので大きめを購入しました。で、あとはね、この色自体は可愛いんですけど、私結構こう顔に合わせるとほんのちょっと若干だけね、くすむなっていう風に感じて、でもこれを一旦このベージュを挟むことによってそのくすみがね、ちょっと紛れるんですよ。なので前回こちら見送ってたんですけど、ちょっとこれ合わせたら顔色も大丈夫かもと思って買ってみました。はい、まず S サイズの方を着るとこんな感じです。結構ね、袖は長めの作りになっていて、丈は腰あたりぐらいになります。で、今中にね、もう極暖着てるんですよ。それでもまあそこまで着太りはしないかなと思います。超極暖まで行くとさすがにゴワゴワするかも。はい、引きで見たらこんな感じです。このニットはね、普通にこう着るよりはちょっとこう上げてふんわりとさせてあげた方が足も長く見えるし、形もね、なんかふんわりとして綺麗に着れると思います。ちなみにこれは去年か一昨年に買った GU のパンツです。靴も自由で、こういうシンプルなコーデに例えばこういう感じのちょっと差し色になるようなマフラーとかしてあげてもすごい可愛いと思います。もうこの色はね、パンツもこういう小物もどんな色にも合わせられるので本当に万能で、めちゃくちゃ着回し効くと思います。はい、次 M サイズ着るとこんな感じです。さっきよりももう少しこうゆとりがあるのがわかるかと思います。まあ、これぐらいのサイズだったら中に超極暖とか厚めのインナーを着ても大丈夫だと思います。色味も可愛いですよね。この首周りもね、結構スッキリと見せてくれるし、肩周りとかも全体的にちょっとふんわりと丸いね、シルエットになってて、それが可愛いです。引きで見るとこんな感じです。身長159センチなんですけど、コンパクトに着たいっていうよりはゆったり着たいっていう時は M サイズぐらいでもちょうどいいと思います。
はい、今度はちょっとモックネックティーをね、中に着てみました。うわ、めっちゃ可愛くないですか。しかもね、ここの間を挟むことでちょっとこう顔周りが明るく見えるようになったと思います。で、これね、首もちょっとチラッと出てるのも可愛いんですけど、袖とかもね、ちょっと色が見えててもすごい可愛いなと思います。これで引きで見ると、はい、こんな感じです。こういうニット1枚で着るよりもちょっとこうね、おしゃれに見えたりとか、今履いてるようなブーツとかもね、すごい色味も合っててまとまった印象にもなると思います。で、しかもね、さっきのこの T シャツ1枚で着るとなで肩が結構強調されてたのが、このニットを重ねるとちょっとね、こう丸くなるので、そんなになで肩も気にならないと思います。はい、こんな感じでスカートと合わせるとさっきよりもね、また柔らかい雰囲気になったと思います。で、今ちょっとインして着てみたんですけど、もし S サイズ着るとかだったらね、この丈自体は短めになってるので、出してふんわりとしてあげた状態で着ても可愛いと思います。 M サイズだとちょっとゆったり感が出るかな。はい、スキニーと合わせるとこんな感じです。こういうパンツと合わせるときにね、ちょっとだけこの下の裾を出してあげるとまた可愛いと思います。で、ゆったりとしたニットと合わせるときはちょっとこう伸ばしてきても可愛いと思うんですけど、私は結構骨盤周りが気になるので、そういう方は上に上げてふんわりと着てあげた方が腰の位置も高く見えると思います。このグレーのニットもね、本当に着回しも効くし、このセットで使うのもね、可愛いので、これはもう本当に買って正解です。はい、次こちらです。ソフトボアフリース V ネックカーディガンです。これもね、お値段が期間限定価格で1990円で買えました。28日までね、1000円オフで買えます。で、これは4色展開になっていて、こちらがブラウンです。今回サイズは M サイズにしました。前にね、これのベージュを持ってたことがあって、それがね、すごいあったかくて、で、軽くて動きやすいっていうので良かったなと思って、なのでちょっと今回色違いを買ってみました。はい、アップで見るとこの首周りはすっきりとしたデザインになっていて、表面がね、本当にモコモコであったかいです。で、中はね、フリースになってて、こちらもすごいあったかいし、結構ね、厚めのニットとかを着ても上から全然羽織れます。で、両サイドにポケットもついてるんですけど、このね、内側も多分ポケットになってるんですよね。こんなに大きい。はい、こんな感じで全体的にブラウンになってます。せっかくなんでこの T シャツの上から着てみると、はい、こんな感じです。 M サイズでもね、結構ゆったりと着れると思います。 S になるとね、本当にニットの上から着たらほんまにパンパンで結構着苦しかったので、まあ、M とか L ぐらいでもいいと思います。で、一個だけ気になったのは、こういう洋服によってね、こういう風に当たるとちょっとね、こう着てる時にポケットが若干見えることがあるんですよね。これだけかな。他はまああったかくて軽いし、動きやすいので、お出かけする日とか買い出しに行く時とかもすごい使いやすいと思うし、お部屋のルームウェアとしても着れると思います。あとコートのインナーにも使えるので、本当に万能だと思います。ちなみに締めて着ると、はい、こんな感じです。なんか私ね、これ見た瞬間にもう森のクマさんっていうかイメージしかなくてクマになれる服はい、引きで見たらこんな感じです。ちょっと首周りとかも落として着るとそんなにこう冷え着感とかは出にくいかと思います。はい、さっきね、首周りすっきりした印象だと思うんですけど、ちょっとこういうフリルになったものとか着てあげるとまた印象も変わると思います。合わせて簡単にね、お団子にしてみましたちょうど着れるこれでスニーカーとか履いても可愛いと思います。はい、次スカートと合わせたらこんな感じです。結構パンツにもスカートにも合わせれると思います。これもスニーカーでカジュアルに着てもいいし、ちょっとヒールで綺麗めにしてもいいと思います。こう中をベージュで統一しているので、こう肌のラインがね、こう強調されてスッキリとして見えると思います。結構これも万能に使えますね。はい、最後こちらです。パーリーフリースフルジップジャケットです。こちらはお値段1990円でした。このジャケットはね、15色展開もあって、その中のオフホワイトです。本当にカラフルでいろんな色が販売されてたので、好みの色が見つけやすいと思いますね。でもなんといってもこれもめちゃくちゃふわふわで気持ちいいです。ふわふわ、もうちょっとこうやって持ってるだけであったかい。ハイネックになってるので首周りも暖かいし、もうどこを触ってもふわふわです。で、サイドにポケットもありますね。で、前がジッパーになってて、開けるとはい、こんな感じで中もふわふわです。この内側もポケットになってますね。結構深いのでいろいろ入れれそう。はい、着てみたらこんな感じです。
もうほんまにあったかいですね。軽くてあったかい。さっきよりもさらに軽いです。ただ外で着るとさっきのアウターよりはちょっと風を通すかもしれないです。でも室内でこれ着てる分には本当にあったかいし、この上からアウター着るとかもいいと思います。で今回ちょっとゆったり着たかったので M サイズにしました。でこれもね結構こうポケットがまた服に当たってちょっとこう見えるので、これは多少気になるかもしれないんですけど、あったかさを優先するのであればすごい使いやすいと思います。途中まで締めるとこんな感じ。全部締めるともう首は完全保護って感じですね。まあでもこういう真っ白なコーデとかもいいかもしれないですね。はい、こんな感じで普段の服に羽織るだけでちょっとね柔らかい雰囲気になると思います。何も羽織ってないと結構シンプルでスッキリしてるんですけど、こういうアウターがあるとちょっと可愛らしい雰囲気にふわふわ感がアップされますね。はい、もっと柔らかい印象にしたい時はパンツの色もね明るくしちゃうと全体的にこうふわふわとした印象になると思います。で代わりにバッグでちょっと引き締めてあげるとかするとメリハリもできると思います。ちなみにこのニットが最初に紹介したニットの色違いです。本当にユニクロはもう万能ですね。はい、ということで今回はユニクロの購入品を紹介しました。どの商品も本当にこう着回しが効くアイテムばっかりなので、すごくコーデも組みやすいと思うし、その幅も増やせると思います。あとは今期間限定でね1000円オフで買える商品もあったりするので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。ちなみに年末年に向けて洋服減らしたいなって思っている方はぜひね断捨離ポイントの動画も上げているので、そちらもご覧ください。そしてこの動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。インスタでは普段のコーディネートもアップしているので、そちらもフォローお願いします。では池田真子でした。バイバイ。